日本農園は日本農園ウイルスによる流行性農園。アジア各地の西太平洋諸国に広く分布する。1871年に日本での臨床事例が報告されたことで世界に認知された。ジャパニーズエンセファライタスの名は1924年に岡山県で443人の死者を出した大流行に由来し、日本では 流行性脳脊髄膜炎と区別されて流行性脳炎と呼ばれるようになった。太平洋戦争以前は流行性脳脊髄膜炎同様人同士の接触によって流行すると誤認されていたが、三田村らかばい解説を主張する岡山県の研究者たちは、日本脳炎という和訳を多用し、選挙地のアメリカ兵の感染者を診断するサビンたちの研究が主流になるにつれ、 日本農園の子が一般化した。日本農園ウイルスを保有した小型赤いカに刺されることで感染するが、熱帯地域では他のかでも媒介する。日本においては、家畜伝染病予防法における監視伝染病で、あるとともに、感染症法における第四類感染症である。感染源は日本では主に豚で、ウイルスを持つ豚から吸血した蚊に刺されて感染するが、 人から人に感染することはない。感染のほとんどが不健性感染で、感染者の発症率は0.1%から1%と推定されている。潜伏期は6日から16日間とされ、高熱を発し、痙攣意識障害に陥る。ウイルス性の疾患であるため、発症してからの治療方法は対症療法のみで、抗生物質は効果がない。 死死率は30%程度と高く、生存しても半数以上は脳に障害を受け麻痺などの重篤な、後遺症が残る。豚、犬、馬では、日本脳炎ウイルスに対する、感受性が高く、特に豚は、増幅動物として重要で、鳥類、爬虫類にも感受性がある。馬の発症率は0.3%程度である。フラビウイルスかフラビウイルス属のウイルスで、 1935年に人間の感染能から初めて分離された。電波様式からアルボウイルスとも分類される。類似ウイルスにはウエストナイルウイルス、セントルイス農園ウイルス、マレーバレー農園ウイルスがある。1970から1998、アジアにおける日本農園の発症分布発症者数は集計を行う期間によりばらつきはあるが、世界では 年間3から5万人の患者発生が報告されている。地域としては南アジア、東南アジアを中心に西太平洋諸島、オーストラリアクイーンズランド州北部での患者発生が報告されており、世界保健機関の推計では2011年には年間6万8000人の患者が発生し、最大で2万400人が死亡したと推測されている。日本では 1960年代には年間1000人程度の患者が発生していたが、1967年から1976年にかけて、小児及び高齢者を含む成人へ積極的にワクチンの予防接種を行い、罹患者が激減し、2013年には9人であった。韓国においてもワクチン接種により流行は阻止されている。1960年代までの日本では、 気温上昇による媒介化の発生に伴い罹患者が南部から始まり北部へと発生が移動する北進現象、北東進現象が見られた。ただし北進現象の真の原因には気温だけではなく別な要因もあったのではないかと考えられている。2000年代以降も年間10名程度が発症しており、例えば2013年には 三重県内で70代女性、2015年には千葉県内で25年ぶりの患者が発生したと報告されている。また厚生労働省は毎年日本農園ウイルスの蔓延状況を調べるため、豚のウイルス抗体獲得状況を調査している。調査結果によれば、ウイルスを持った小型赤いエカは毎年発生しており、引き続き日本でも感染の可能性があるとしている。 つまり、ワクチン接種が日本脳炎を効果的に阻止している。日本脳炎の潜伏期間は6から16日とされ、発熱、頭痛、意識障害、麻痺、痙攣などが見られるが、日本脳炎に特徴的な症状はない。髄液検査では細胞数増多、タンパク上昇を認めるが、血液検査では異常所見を認めないことが多い。画像検査では、 両側死傷病変が日本脳炎の特徴とされており、MRI が診断に有用である。脳炎患者に死傷病変を認めた場合、日本脳炎は重要な鑑別診断である。診断には、抗体検査髄液からのウイルス分離 RT、PCR によるウイルス RNA の検出の3つの方法がある。しかし、ウイルス分離は通常困難であり、 RTPCR の感度も低いため、これらが陰性の場合には、抗体検査が有用になる。日本脳炎を強く疑った際には、ウイルス分離、RTPCR が陰性の場合でも、積極的にペア結成を評価することが診断に重要である。日本脳炎ワクチン接種のみ、予防可能で、罹患リスクを75%から95%減らすことができるとされ、 1943年にさ、ビンたちのグループによって、マウス脳から1946年経卵からホルマリン不活化ワクチンが作られ、6万人程度の日本、沖縄、朝鮮などのアメリカ人及び一部の日本人に予防接種が行われた。馬用ワクチンは、人用に先立って1948年にホルマリン不活化ワクチンが実用化された。人用のワクチンは、 1954年に中山株を用いたマウスの由来不活化ワクチンとして日本で開発実用化された。なお、ワクチンによる免疫抗体化は最終予防接種から年月を減るごとに抗体化が低下することから1980年代生まれを中心に抗体保有率の低い世代への追加接種が必要と考える専門家もいる。また、 外海化の感染症対策として、かやや、かとり線香、屋外での長袖、超ズボンリーと、イカリジの使用が有効である。日本の応援ワクチン。右から、パッケージ、薬液、妖怪液。アステラス製薬遠征パック2016年6月撮影日本の応援の患者は、1967年から1976年にかけての積極的ワクチン接種の結果、 劇的に減少した。ワクチン接種北海道で生まれ育った人で2016年度以前に出生した人は、下記条件に当てはまらないので、母子健康手帳を参照すること。ワクチン接種の積極的干渉の差し控えワクチン接種と急性散在性脳脊髄炎の因果関係が否定できない事例が認められたため、現行のマウス脳由来ワクチンを2005年時点で 開発途上であった、より安全性が高いと考えられた、米ロ細胞由来ワクチンへの切り替えを見越し、2005年5月30日付で、厚生労働省健康局結核感染症課長が、現行のワクチンでの積極的推奨の差し控えの勧告を各都道府県に通知し、この通知により一部の市町村が自主的に接種を一時中止した。 2006年8月31日付で、同課長が定期の予防接種における日本農園ワクチン接種の取扱いについてを各都道府県に通知し、これにより定期の予防接種対象者のうち日本農園に感染する恐れが高いと認められるもの、等、その保護者が日本農園にかかる予防接種を受けさせることを特に希望する場合は、市町村は当該保護者に対して、 定期の予防接種を行わないこととすることはできないとされた。厚生労働省は2007年7月に全国の児童保護者に対して日本農園を媒介する小型赤いかに児童が刺されないように注意喚起を行った。新型ワクチンの開発積極的干渉の差し控えの韓国語、米ロ細胞を用いて培養したウイルスを用いた新型ワクチンの開発が進められ、 当初は2006年夏の接種再開を目指し、承認申請されていた。接種部位の腫れによる副反応が知見において認められたために知見が追加され、承認が遅れたが、大阪大学微生物病研究所製の JBIC v は2009年2月に承認され、6月より接種が開始され、さらに科学及び血清療法研究所製の エンセバック川カ下カ中用も2011年1月に承認4月より接種が開始され供給体制が整った。マウス脳由来ワクチンの在庫は限られ予防接種の実施も日本、農園流行地域渡航者などの接種を希望するものにとどまったため日本農園の抗体を持たない児童の増加による流行が懸念された。マウス脳由来ワクチンは在庫及び使用期限切れにより 2010年3月に復定したが新型ワクチンが承認され2010年4月からは第1期定期接種対象者に対するワクチン接種の積極的干渉が再開された。さらに2010年8月からは第2期以降の対象者や接種機会を逃した児童への接種の積極的干渉も再開された。日本語のページありがとうございます。